ボンジュール、アンカフェ、シルブプレ、アンタンジュ。ブエノ、カフェ先輩、やりましたです。ナイスフランス語。サクラローレル先生もきっと日本から拍手してくださってます。トレビアンです。ありがとうございます。旅行前に学べてよかったです。いい香り。焙煎しているところを見てきます。よし、次はエルの番です。ローレル先輩に元気でよろしいとベタ褒めされた技を見せるです。はい、次のお客様どうぞ。アンジュ、ドランジュ、シルブプレ、オレンジジュース、かしこまりがてん。ウィー焼きそばバンジャーン。ゴルシさん、ボーン、ゴールドシープ、スーパーンコープグラコマンド。うるせえ、エスプリの効いた皮肉も言えねえのか。今エポラールが食力寄ってっから黙ってろ。あっちゃん、絵は売れたか。ほうほう、よかったな。言ったろ、今日のテルトラにぎわってるって。チップ弾めよ。あそこまで馴染めるものなのですね。ダイヤも負けてられません。馴染みすぎてもはやパリの方です。というかエル、ビビッときてるです。この感じ、他にも何かが。 It's show time。 やっぱり今度はタップ先輩です。流れにぴったり。はっ、おっ、そら、はっ、フィニッ。今のは私からのちょっとしたご挨拶さ。本題はこっち、スカウトだ。私は今日この地にでっけえ夢を追いかけに来た。勝てば一攫千金、負ければ全て失う、とんでもない夢さ。どうだ、最高にワクワクするってもんだろ。上がった奴らは全員仲間だ。さあ、ロマンを追う船に乗れ。その話、乗った。中山さん、一体どちらから。ひりついた空気に誘われてな。負ければ全て失うね。そりゃ財産、名声、矜持、ガチの全部ってことでいいか。じゃないとかける意味がないってんだろ。まったく同意だな。ちまちま稼ぐのは趣味じゃない。望むのは一攫千金だ。決まりだな。ただし仲間じゃないし、リターンの山分けもしねえ。飲めるか。バードカース。さあさあ、他の奴らはどうだ。はい、私も。その夢、困難だと言うのならば、里の家の誇りにかけて挑ませていただきます。はい、はいはい。ロマン、最強、エル先導、海賊になるです。はいはいはい、私も家まで乗せてください。ちょっと遠いけど、ベルサイユってどこな。じゃあ、出発。はぜる音、焙煎の香り、やっぱり落ち着きます。出るときは。メルシーで十分だ。よう、カフェ、奇遇だな。出るんだろ。なら乗せてやるよ。行くべき場所は同じだからな。モンテボーグ、空の旅はお好きかな。どうしたんです、そのサルサビダを飲み干したような顔は。わあ、マジだな。マンテルでも飲むか。ゴルシースペシャルイパリで今ならマンジュルもつけるぜ。
結構です。小型飛行機に乗せていただいたのですが、操縦士の方がとても遊び好きな方で。あら、もしかしてシリウスさんの飛行機に？羨ましいです。私もいつか乗せていただきたいとお願いはしているのですが。お嬢様が物欲しそうにしてるぞ。そんなに激しい遊びなら私も興味がある。お誘い待ってるぜ、シリウス。カムトゥブル。さあ、これで手札は揃っただろ、タップ。どいつもこいつもクセ者だらけのジョーカーだ。だからこそ面白い勝負なの。勝ち上がるのは私だけどな。いいね、シリウス。その闘志。だからあんたが好きだ。素晴らしい仲間と同じ夢を追える。ファンタスティック。それじゃあロマンを始めようか。でかくて無謀でとびきり燃えるロマンを。